紙の入れ物に造花を飾る時のちょっとしたヒントをご紹介します。これはトイレットペーパーの芯で作った花立てです。これに造花を入れると、あまり大きなものだと倒れてしまったり、風が吹くと不安定だったりします。そこで使うのが使い古しの乾電池などの重りです。これをちょっと入れるだけでしっかりと立ちます。少々の風でも倒れなくなります。こちらは牛乳パックで作ったもの。口が大きいので大量の造花を入れてみます。すぐに倒れてしまいます。これも同じように使い古しの乾電池を入れます。乾電池は同じ向きに入れてください。金属などを入れると熱くなることがありますので、こういった紙の梱包材などを入れて花を固定するのに使うといいです。こうするだけでしっかりと生けることができます。